こんにちは、たかしです。本日は9月17日土曜日、週末ですので、来週19日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。まずは週足からです。今週の週足、結構強めの陰線で引けております。先週が大きな陽線、そしてその陽線の半分ぐらいのところまで今週下落してきた形ですね。しかも長い上髭をつけてますので、まだここから下落しそう。そんな雰囲気にも取れます。ただ週足全体では現在は上昇トレンド中というところで、下がってきたところではまた押し目買いが強く入ってくると思いますが、今はここでアセンディングトライアングルのようなものを描いているとも取れますので、そう考えるともう少し下落するのかなと。この GMMA に接触する付近ぐらいまでもう一度下落してきそうな、そんなイメージですね。インジケーターストキャスティックスは今ゴールデンクロスして上昇してますが、クロスしている場所が中途半端ですので、もう一段下落、安値圏まで一度入ってくる可能性もあります。ただ来週ここから強く上昇できるのであれば、このまま上昇なんですが、マックではちょっと何とも言えないですね。まだ下落モメンタムをかろうじて維持はしてますが、ストキャスティックスがこのまま上昇すれば、これはゴールデンクロスに変わっていきます。ただ今週の下落が強いので、週明け一旦は戻り売り目線、そして反発の兆しがあればそこから再び上昇という、そんな大まかなイメージを持ってます。現在ここにはエリオット波動をイメージしてます。 1,2,3,4,5 で今5波が終わっての修正波なのか、それとも 1,2,3 波進行中なのかというところですね。過去のこの揉み合いも長かったので、今回も結構揉み合う感じがするんですが、現在は少しずつ安値を切り上げてきてますので、最終的にはここの高値を超えていくんじゃないのかなというふうには見れますが、今のところもしこれでエリオット波動5波が完成しているのであれば、修正波としてはこの辺付近151円とかまで下落してくる可能性がありますので、その辺は注意が必要ですね。では日足です。先ほど言ってましたアセンディングトライアングルの下限にこの黄色のラインを引いてます。この辺付近、今の価格ですと 161.3 ぐらいまでは下げてくる可能性があるとは見てます。現在はこの GMMA の青帯付近で下げ止まっている感じにも見えるんですが、来週ここからどうなるかですね。だいぶ強く陰線連続で下げてきてますので、基本的には戻り売りでまだ下げていくんだろうと思いますが、一旦この辺で調整の上昇が入ってもいいと思ってますので、来週はこの GMMA でサポートされるのであれば再び上昇に入っていく。ただやはり上値は重くなるでしょうし、基本的には戻り売りっていうところで見ていきたいですね。もしこの辺までこの黄色のラインぐらいまで下げ切ってしまえば、そこからは押し目買いで、またこの上限を目指すようなこのアセンディングトライアングルをイメージしてのロングエントリーっていうのもありだと思います。ただインジケーターストキャスティックスがまだ下げる余地があるっていうところが怪しいですね。過去の動きが綺麗じゃないので何とも言えないんですが、今は反発ポイントに来ているので、ここから週明け反発する可能性も大いにありますが、また下げるのであればこの黄色ラインぐらいまでは下がってきそうな雰囲気。そしてマクディも上昇モメンタムが消えてしまってます。今わずかですがデッドクロスしていますので、その辺が何とも言えない。週明けここから強く反発するなら、週足のインジケーターも反転上昇してくるでしょうし、日足のインジケーターも反転上昇してくると思いますが、まずは月曜日の初動ですね。月曜日の初動で強く上昇してくれるのであれば、そこからインジケーターっていうのは回復していくとは思いますが、月曜日の動きが弱いようですと、もう一段下落っていう、そんなイメージを持てます。では4時間足です。かなり強く下げてきているのが分かりますね。ほぼほぼトレンドをつけてません。ここで若干トレンドをつけてるんですが、この辺の安値が意識された形にはなってます。ただ昨日言っていた抵抗ラインっていうのをことごとく下抜けてきてます。現在はこの白ゾーンも下抜けて、フィボナッチリトレースメントの 61.8% この赤いラインなんですが、ここも下抜けて、そしてこの赤の平行チャンネルのセンターラインも下抜けて、そのセンターラインの下付近でそのラインにレジスタンスされているようにも見えますね。今このセンターライン、過去のこのここのラインですね、この辺意識されているのが分かります。ですので今回も今下抜けてきてますので、ここがレジスタンスに変わってもう一段下落っていうことも考えられます。ただ1時間足を見れば分かるんですが、この辺は水平線が
引けるんですね。この辺が過去のレジスタンスラインです。今はそのラインに近づいてきてますので、一度下落してそこからの急反発でこの辺の抵抗を上抜けてこれるようですと、そこからもう一段上昇っていうことも考えられますので、今だいぶこの黄色ラインに近づいてきてますし、週足日足を見ててもインジケーターが反転しそうな場所にも来てますので、まずは週明け月曜日火曜日の初動がどうなるかっていうのは気になるところですね。ただ直近の動きを見てますとかなり強く下げてますので、基本的には戻り売りでこの黄色ラインを目指していくっていうイメージでいいと思いますが、やはりこの辺抵抗になってくるところも近くにありますので、その辺は注意が必要。4時間足のストキャスティクスは安値圏に張り付いてますが、今は安値圏にありますのでいつ反発してもおかしくない状態。 MACD に関しては下落モメンタムを維持しているので弱いですね。ですのでここから上昇するにはまず MACD のこのモメンタムの減少が必要になってきますので、ここでのしばらく揉み合いからの上昇になるみたいな感じで V 字で回復するっていうイメージではないですね。もし週明け上昇してくるのであれば、もう一段深掘りしてそこから下髭陽線みたいな、そんな形が出てくる場合、それとここでじりじりともう少し下げ止まりを見せるような状態、そこからの上抜け、そんな感じになってくると上昇していけそうですけれども、週明けじりじりと上昇してくるとそこからのもう一段安っていうのが考えられます。では1時間足です。1時間足だ、ここ、このラインがそうなんですが、先ほど4時間足で言っていた過去のレジスタンスラインなんですね。その付近に今近づいてきているというところです。今はその付近で下げ渋っている感じですね。ここにわずかに見えている点線が先ほど4時間足で言っていたこの赤の平行チャンネルのセンターラインなんですが、今そのセンターラインで上値を押さえつけられているようにも見えます。ですので週明けここからじりじりと上昇、もしくはこの横横の動きがもう少し続いてこの GMMA が下がってくるとそこからのもう一段下落っていうのを考えるんですが、やはり下っていうのはこの白のラインがありますので、この辺が気になりますね。ですので反発ラインとしては 162.5 ぐらい、ここを明確に下抜けると次は161円ぐらいまでの下落っていうのが考えられます。ただここには黄色のライン、これが冷やして言っていたアセンディングトライアングルの下限になるんですが、この辺付近っていうのは今度反発しやすいポイントになってきますので、 162.5 で反発すればそこからのロングエントリーを狙っていってもいいと思いますし、そこを明確に下抜けてくると次はこの黄色ライン、もしくは160円ぐらいまでの下落を狙っていくっていうのもありだと思います。ただこの辺は過去の揉み合いゾーンですので、ここレンジになってますよね。なのでこの辺はやりにくい相場になるのかなっていう感じはしますね。この上限、レンジ上限と下限でのエントリーをしていくならいいですが、だんだんと安値切り上げてきているので下限付近が少し怪しいかなと、この下限まで到達するかどうかっていうのも怪しいところですので、なのでこのボックスの中に入ったらこの上限付近がレジスタンスに変わればそこからの戻り売りを仕掛けていくのはいいと思いますが、この下限まで来るかどうかっていうのが怪しくなってきますので、今度下限付近で反発の兆しがあればそこからは大きく取っていける可能性っていうのもあるとは思ってます。ただ今このまずはこの白のラインですね、 162.5 ぐらい、ここでどうなるかっていうところで週明けその辺の動きに注目ですね。1時間足もインジケーターぐちゃぐちゃしてますので、基本的にはポンド円はまだ下げそうですけれども、日足とか週足とかを見ていてもそろそろ反発のポイント、反転のポイントにも来ていると思いますので、その辺には注意してトレードしていく必要があります。まずは先ほどから言ってますようにこの辺付近での動きですね。そして上昇してきた場合はここですね、164円か 164.4 ぐらい、この辺っていうのが次のレジスタンスラインになってくると思いますので、164円から164.5 ぐらいを明確に抜けてくるとそこからは上を目指していけるんじゃないのかなと。そしてこの今言った164円から 164.5 っていうのは今度この辺が戻り売りポイントになってきますので、その戻り売りポイントまで上昇してくればそこは売りエントリーで、そこを超えてくると次は押し目買いっていうところでやっていけばいいのかなと考えております。それでは今週もお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。